笑っちまったが。仲間が待ってんだ、邪魔すんな。案外本当かもしれねえだ。ナミさんは無事か。相変わらず丈夫な奴らだな。よく生きてた。現実だった。人魚って本当はいねえんだ。人魚かと思ったらジゴンだったって伝説は本当だったんだな。バカ野郎、まだ本人が人魚だなんて言ってねえ。夢は諦めるな。私はシラウオの人魚らよ。やめろ、シラウオを言うな。いやでもよ、足のある人魚なんて聞いたことねえ。俺も意義ありだ。マーメイドってもっと、マーメイドってもっとあれで、金星の取れたセクシーなボディ、滑らかで白い肌に流れるような光輝く美しい髪。やめろ。人魚ってのは年の頃30を境に尾ひれが二股になって陸上生活のできる体になる神秘の種族。いつか魚人島へ行けばわかる。あ、二股。そうか、100年生きた猫は尻尾が二股に言われて妖怪化すると言うぞ。ああ、化け猫か。一緒に住んじゃれえよ。おめえら、例の一つも言ったらドライ。心さん、どうもありがとう。いいんだ。